はい、ということで皆さん、 FF7 リバース、野村さんが動画で早く開発終わりたいって語ってたのを笑うっていうことで、今こちらがかなり話題となっております。まあそりゃね、びっくりするよな。早く開発終わりたいってどういうことみたいな。まあこれの言葉の意味っていうのが、まあ、結構深くて、まあそもそも野村さんって責任者であるわけだからさ、まあそもそもなんで早く終わりたいのかっていったところですよね。まあそれが不本意なところから来るのか、まあそれとも満足いってないからもう終わりたいのか、それとももうめちゃくちゃ力を入れたからもうこれ以上もう頑張れねえみたいな、しんどいみたいな、だからもう早く終わりたい、もう全力で駆け抜けたみたいな、まあそういった早く終わりたいなのか、まあ結構ですね、この早く終わりたい、開発終わりたいみたいなワードって結構難しいですよね。この捉え方っていったところが。じゃあまあ動画でどういった雰囲気だったのかっていったところをですね、今日は見ていきましょうか。まあ FF7 リバースも発売してからなんだかんだで1ヶ月以上経ったのか。そう、めちゃくちゃ経ちましたよね。なんか全然実感湧かないけどさ、カレンダー見るとそんぐらい経つんですよ。いや本当に時の流れというかね、なんかいろいろ感じるところはあるよね、まあ、そう考えると。まあそんなところで野村さんにとっても、まあ多分結構限られてる時間の中でやってくださっていたと思うし、で下手するとこの FF7 リバースがもう最後の作品になる可能性すらあるからね。まあそういったところで、まあどういった状況だったのかっていったところなんですが、野村が動画で早く開発終わりたいって語ってたのが笑うと、年齢的にもう作れる作品が限られてるはずなのに、約30年ぐらい前のゲームを今頃引き延ばして開発してるわけだから、ナンバリングの新作もなかなか作れないし、キングダムハーツの開発の方も遅れが生じるし、とにかく早く完結させて、楽にさせてやってほしいみたいな。野村の早く終わりたいはずがちょっとがっかりした、思っててもトップがそれ言っちゃダメだろうと、浜口が昇進してくれてよかったわと、それくらいの愚痴いいのでは、だったら余計なミニゲームなくして2部作ぐらい。いやまあ確かミニゲーム多すぎるんだよな。結構これ開発大変だっただろうね。普通にこれ大変だと思うよ。野村って FF7 大好きマンなのにな。まあリメイクシリーズはザックスとエアリスのために作ったように見えるからね。まあ確かに言われてみるとそうだよね。まあ分岐世界だの、フィーラーだの、誰も AC のザックス、エアリス一緒にいる謎なんか気にしてねえよと。 AC につながるってそういう意味じゃないだろう。ミニゲーム減らしても2部作にはならない。ミッドガル編が原作でも長いのがやっぱ問題で、ワールドマップの再現もしようとすると3部作になるのは仕方なかった。下手したら4部作もありえたレベル。いや、4部作はやべえだろ。けどまあ確かに分作にするのって結局どうだったんだろうね。なんか一つの作品にまとめるってすごい難しいっていうのはわかるんだけどさ。けど一つのゲームを3部作に分けるか。なんかそう考えると、なかなかないっすよね。うん。過去に。なかなかってか前例ないんじゃないかな。リメイクは原作にはロケーション盛りまくっている。分作した割にミッドから狭かったなっていうのが本音なんだけど、まあ一般層からしたらリメイクなのに7、8年かかるの、リメイクなのにハードまたぐの、リメイクなのに引き継げないのってのが率直な感想だろうな。しんどいのはほんとしんどいだろうなと、次なんてこれまでと違って全部諦めないといけないもんなと、まあ、これっていうのは最終作のことを表しております。フィーラウータイディープグラウンドと原作からプラスで描写されそうな部分だけでかなり重いと。ディープグラウンドはいらなくない、ユヒのバックグラウンドを補強するだけの存在と。でもバイアスさんとディープグラウンドで見える約束リメイクでしちゃったし、顔見せてあげないとかわいそうじゃん。フィーラマジでいらんかったよな。リバースがこれだけ売れないと野村じゃなくてもモチベ下がるでしょうと。3作目はさらに売り上げ下がるの確実だし、そりゃエネルギーも下がると。 PS5 独占なのが悪いよと。今日で5週目、いい加減300万本突破報告してもいいんじゃないっていうことで、まあ散々な言われようではありますが、まあどういった雰囲気だったかといったところなんだけど、まあやる気があるのかどうかって正直わかんないけど、まあ野村さんとしては正直もう早く終わらしたいなっていう思いが結構伝わってくるような内容だったんですよね、この動画っていうのが。まあ雰囲気というか言葉のニュアンスというか、まあなんかその言葉って結構あれじゃない、結構わかりやすいよね。なんかテンション高いのか低いのかみたいな。けど最終作が結構これ心配になってくるよね。
まあ、結局リバースはもう終わった話ではあるし、そう、もう終わった話ではあるので、じゃあまあこれからどうなるのっていったところですよね。まあ果たして最終作どうなるのか、もうなんとなく見えてきてはいるよね。なんか先ほどコメントでもありましたけどね、まあ売り上げ下がるのはもう間違いないと思うんですよ。でまあ最終作も PS5 になるのか6になるのかちょっとまだわからないけどさ、けど結局なんか開発人としてはやっぱりその2020年にリメイクを出してリバース2024年出して、で開発期間が4年5年って聞いてるんですよ。ってことは逆算するとリメイクを開発していたのはもうなんか2026とか7とかで、構想から考えると4とか5とかにはもうすでに考えていたわけだからさ、もうかれこれ10年ぐらいもうこの FF7 リバースじゃなくてリメイクシリーズかのことについて、携わっていると。で最終作につきましては今のところ4年後とか、まあ、そういった話が出ておりますので、2028年2029年と考えるとそれこそね15年ぐらいかけてこの FF7 リメイクシリーズを完結させるっていう本当に大事業みたいな感じだからね。まあ開発者目線からすると15年ってめっちゃ長いよな。新卒で入ったらもう38、もう40手前だからね。当時の新入社員も40手前か、もう中堅も中堅みたいな感じで、本当にね結構年いっちゃったよね。まあ、そういったところを考えた時に、まあ開発を早く終わりたい、長い労働だからね、そう思うのも仕方ないんじゃないかな。まあなんだかんだ言って2014年ぐらいから構想があり、でリバースも発売し、今2024年の4月、もう約10年ぐらいですねこのプロジェクトを進めてるわけだから、まあ長えよな。10年前ってみんな何してたよ2014年って。なんかそう考えるとちょっと怖いよね、10年前。いや俺もね何してたんだろうなっていう感じだからさ、うん。まあそういったところで、まあこういった本音がね、今回ちょっと出てしまったっていう。まあこれをね、なんで問題視されてるかというと、わざわざ動画でなんでそんなこと言ってしまうのかっていったところと、まあ先ほどもありました通り、トップがそれって言っちゃダメだろうみたいなところで、周りの社員とかの士気って絶対下がるよねっていったことが言われていたり、まあユーザーとかファンからは、まあ正直失望の声が結構相次いでいるのかなと思いました。まあそこが率直なところでしょうか。まあ仕方ないところじゃ仕方ないところではあるんだけどね。まあそんなところで今こちらがかなり話題となっておりましたので取り上げさせていただきました。まあ動画で早く開発終わりたいと語っておられましたけど、まあ気持ちもねすげえわかるし、まあなんとも言えねえよな。ファンとかユーザーの声とかもわかるしさ、まあどっちも難しいよねこれって。まあそんなところで、まあ開発責任者がこういったことを話すって結構珍しいので取り上げさせていただきました。ぜひ皆さんの率直な意見、感想などもお待ちしておりますので、これについてどう思いましたか？ぜひ教えてください。